ラベンダは、新日本海フェリーが運行するフェリー。三菱重工業下関造船所で建造され、浸水式では、ソプラノ歌手の鈴木慶子が質な切断を行った。2017年3月9日に、小樽新潟航路に就航。本船と2番船のアザレアの就航により、それまで小樽新潟航路に就航していたライラック、ユーカリは、 鶴が新潟北苫小牧東高路気候便へ、転配。最古産となっていたフェリーアザレア、フェリー白樺を置き換えた。また、本線の就航によりダイヤ改正が行われ、本線便は新潟発11時45分発、小樽木4時30分、小樽発17時、新潟菊地となった。往路は同日中に、道東や道北を回れるアクセスを維持しつつ、 袋も、同等で昼近く同王でも、昼過ぎまで滞在できるなど利便性が改善された。新潟港に停泊するラベンダー同じく、下野関造船所で建造された、子が、沢原丸に続いて、垂直選手を採用し、外観上の特徴となっている。バトックフロー船尾、近接二軸推進システム、バルブ付けリアクション型高性能だ。 空気潤滑システムを組み合わせ従来船と比較して、航行エネルギーが10%削減された。船体寸法は、前船とほぼ同一ながら、総トン数は約4000トン減少したため、乗用車の搭載能力が半減している。個室の増加もあり、旅客定員も約300名削減され、600名となった。デッキは発送構造で上部から操打室、乗組員、 区画、3層の旅客区画、3層の車両甲板、最下部が機関室となる。また、車両甲板は、スズラン、アカシア、同様に、1層目と2層目は、可動式スロープで連絡しており、車両甲板2層目の線尾中をおよび、線尾右辺にランプウェイ、3層目線尾右辺に、スライド式のドアを装備する。新潟港に停泊するラベンダ。ファンネルが交換されている。 2020年のドック入り時には SOX スクラバーを搭載し、ファンネルが大型のものに交換された。船内空間は、ノスタルジックで温かみのある優しさに包まれる、デザインとしている。また無線 LAN を高密度に船内47カ所に配置し、陸上基地局からの LTE 電波を用いて、乗客向けの無料 Wi-Fi サービスや、船内の事務システムに用いられる。 旅客区画最上層の6階に設置される展望浴室には露天風呂が設置されるほか、プロムナードとシアタールームの廃止並びにゲームコーナー大幅縮小により、従来のフェリーよりも客室スペースを広くする設計変更が実施されており、専用テラス付けデラックスルーム A が12室増やされ32室となるなど個室を増やし、新設のペット同伴室を含む 全116室となった。ステート A は一部を除き外側となった上に、インサイドルームは外側よりも割安な運賃設定とした。二等船室は先に建造された水船スズランと同様に従来の欧米や和室は未設置。ツーリストはすべて信頼化され内側かつ4.5層目に配置されたことから、従来新日本海フェリーが行っていた階層で、 等級を分ける方式でなく、他のフェリー会社が行っている外側が上等級という方式を取り入れた。ありがとうございます。